通のインナーカラーと違って前髪にもコントラストをつけるので前髪に透け感が出てシースルーバンクのようになるのでおすすめです。発色がとても良くてパキッとしないような柔らかい感じのピンクカラーになるのでどの方にも使えるカラーかなと思います。シャンプー前にトリートメントをつけるっていうのは今までにないトリートメントなのですごい新鮮で、今までは泡がピンクになっててそれが退色の原因になってたんですけど、今回泡に色がつかなかったのですごい衝撃でした。前髪と耳周りのインナーをコントラストつけることによって可愛らしさの中にも大人っぽさっていうものを表現しました。